こんにちは、ミカです。ホームベーカリーの大活躍レシピという本を出版しました。全60メニューの中から、また本に載っていないメニューも皆さんにご紹介していきます。まず湯種を作ります。強力粉 40g に熱湯 40g をよく混ぜましょう。私は強力粉をイークル使っています。お粉は銘柄によって吸水が違ってくるので、慣れるまで指定されたお粉を使ってもらうといいでしょう。しっかり混ざりましたら、ラップをして完全に冷まします。パンケースに材料を入れていきます。強力粉 220g。冷ましておいた湯種ですね。こちらを入れていきます。塩 4.5g。私はシママースというお塩を使っています。砂糖 15g。グラニュー糖でもきび糖でも OK です。バター。無塩バターですね。こちらを 20g です。細かくしといた方が混ざりやすいですよ。はい、ケースの周りに冷水 160g を入れます。本体にパンケースをセットします。一度蓋をして中蓋を開けましたら、インスタントドライイースト 2.5g、 メニュー1の食パンを選んで、焼き色は標準です。そしたらスタートです。楽しみですね。はい、焼き上がりました。パンケースを出していきましょう。やけどしないように気をつけてくださいね。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、ではパンケースからパンを出していきます。軽く振ってください。はい、綺麗な焼き上がりですね。ちょっと立ててみますね。少し釜伸びしてます。美味しそうですね。カットするとこんな感じです。すごいふかふかなの分かりますか。もうね、押しても戻ってきます。もっちりふかふかのパンです。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。